はい、高橋聡馬と申します。普段は那覇を拠点に、絵画の制作を行っております。基本的には風景画を主に描いております。一応モチーフとしては建築物であるとか看板であるとか人工物であることが多いですね。今回会場が、塩屋小学校から少し離れた、辺土名商店街のあたりで、展示させていただくことになったんで、辺土名の景色を題材に2つほど新作を、制作いたしました。地元の方が見ると楽しんでいただけるのではと思ってます。塩屋小学校以外にも会場がありますので、そちらにも足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。